国産振興四日市大博覧会は三重県四日市市で開催された博覧会。会期は1936年3月25日から同年5月13日までの50日間で120万人超の入場があったという。時の四日市市長である吉田翔太郎が協力に推し進め、当時の四日市市の一般会計に匹敵する70万円の 予算が投入された空前のイベントであった。経済的な利益だけでなく、市民の精神面にも大きな影響を与えたと伝えられる。略称は、四日市大博覧会。会場は、四日市港、第2号埋め立て地である千と町の5万坪を利用した。入場者数は当初見込みでは40万人であったが、実際には、 日本国外からの来訪者を含む1245,092人を数えた。会場では、四日市小歌、桜温度、薬心四日市などの歌謡曲が1日、中流されていた。国産振興の名があるように、日本全国から14万店長の工芸品、農林水産品が出品された。これらは、輸出奨励品、輸入防圧品、 輸入代表品に分けて審査された。明治時代初期に稲葉三江門が資材を投げ打って、四日市港を整備したことにより、四日市は発展のきっかけをつかみ、1897年8月1日に、全国で45番目、三重県では、津市に次ぐ2番目に市政を施行した。1910年から1928年にかけて、第一期。 1929年から1936年3月にかけて第2期集築工事が行われ、四日市港は大きくなった。1934年6月1日に四日市市長に就任した吉田正太郎は、四日市港を実に素晴らしい発展ぶりと称え、港湾の完備と工場誘致には大いに努力したいと語った。当時の四日市市の経済は、 世界恐慌による不況を出しつつあったが、今だ市の財政は苦しく、大型事業は、不合からの寄付に頼るほかなかった。そのため、財政安定のためには、企業誘致が必須と考えられていた。そこで前市長の都や、修二郎の時代から計画のあった、開港博覧会を、具現化し、四日市港と、工場地帯の宣伝を行うこととなった。 1935年5月26日には、四日市商工会議所の協賛を取り付け、四日市市総大会の指示と国庫補助の見通しが立ち、5月30日には、四日市市議会で、博覧会の改則と約70万円の予算案を決定した。予算の内訳は、博覧会費が50万1950円、博覧会協賛会費が20万円とされ、 博覧会費の約6割を寄付金と見込み入場者40万人からの入場料収入で賄う計画であった。博覧会協賛会は1935年7月9日に四日市商工会議所が中心となって設立、博覧会、市内観光等の宣伝や各種大会、宿泊の圧戦寄付金集めなどを担当、寄付金については、 予想を上回る84,550円を集めることに成功した。公式には、四日市港の港湾施設完成の記念事業として、国産の振興、輸出の進展を、助け、いささか振興日本国政の発展に貢献することが、目標に掲げられた。実際には、博覧会開催前に、伊勢新聞の市場座談会で、吉田市長が、 工場誘致のために四海地と四海地港の名を世に知らしめるとともに拒否を投じて港湾を整備した国と三重県への感謝の意味があると語っている。大きく分けて国際商工国産振興、輸出振興をアピールするパビリオン、国防意識、国体観念、宗教的信念の普及を図るパビリオン、博覧会共産会直営のパビリオンの三つからなっていた。 予想40万人に対し、124万人の入場者を迎え、博覧会は黒字で成功裏に終わった。国産振興と銘打った博覧会であったこともあり、新たなビジネスチャンスが生まれ、四日市の伝統工芸品である一万古焼きの糖度に適した土が朝鮮にあることが分かり、取引の具体化が始まるきっかけができた。四日市市内の企業も潤い、 会場で営業した朝日製造実演や旅館組合の役員は相次いで四日市市役所へお礼に訪れたという精神面での効果も指摘されている具体的には当時人口6万人の小都市に過ぎなかった四日市市が人口の20倍に相当する120万人を集めたことは市民に積極新種の規迫を醸成したまた国体関連の普及や 仏教館での大仏海岸供養を行うなどして、宗教的な信念の寛容も図られたとされる。なお仏教館は、四日市市と同じく、三重県内にある、津市の浄土新州高田派本山の先修寺に注目し、仏教徒を、博覧会に呼び込む意図もあった。時の市長、吉田正太郎は、立憲民政党系の人物で、市議会の勢力争いが激しい中、 博覧会の決算が不明朗であるといった批判や議会から不信任決議を突きつけられ、1935年10月11日の市議会議員選挙で、反市長派の多かった立憲政友会系が圧勝し苦しい立場に置かれていたが、博覧会や工場誘致の成功を受け、1938年6月9日に市議会は吉田の人気満了にあたって、 全会一致で再任を決めた。そして戦後の1959年9月21日、四日市市の名誉市民に推挙された。ありがとうございます。